第31航空軍とは、海上自衛隊の航空集団霊下の航空部隊の一つであり、岩国航空基地に配備されている。軍司令は、海消法をもって当てられている。海上自衛隊の航空軍の中でも特殊な任務を担当している部隊である。第71航空隊は、水陸両用の救難飛行艇により、遭難航空機や、 遭難船舶の捜索及び乗員の救助、離島等からの急艦輸送等を実施している。第81航空隊は EP-3 による電子戦データ収集及び OP-3C による画像情報収集と AP3DU-36A により艦艇部隊が行う電子戦訓練及び対空、射撃訓練支援を任務とする。標的規制部隊は 広島県江田島市に配備されており、官邸部隊のミサイル訓練射撃に使用する高速標的機器の整備並びに整備員の教育を主な任務としている。航空集団直轄の第111航空隊の第11列戦整備隊及び第71航空隊の第71列戦整備隊、第81航空隊の第81列戦整備隊、 第91航空隊の第91列船整備隊と第31整備補給隊の第311検査隊及び第312検査隊を廃止、統合し、第31整備補給隊に第311機側整備隊及び第312機側整備隊が新編。岩国航空基地隊の経営隊、運航隊地上級難半。 管理隊車両班が統合され、岩国航空警備隊に改編。司令部は岩国航空基地に設置されている。また、自衛艦隊司令部の編成を参照。US-2EP-3U-36A 特機内ものは岩国航空基地内に所在する。ありがとうございます。